定加減。さあ行きましょう。5月3日大戦後半戦にシフトいたします。ユダさん、ユーシオン、ゴーイチの赤、アキハ、出口リーグ、シッキーのシキ、以上4名となっております。まず先方出てきたのはゴーイチバーサスユー。スタイルはゴーイチバーファームを使っている、なかなか珍しい。対するはユーのプレゼントのスタイルですね。まずは解放で引き返してきたのはユーですが、立ち回りゲージマックス付近なのはゴーイチ。このゲージをどう使うか、ダンピーの話に勝ち合う。すごいね、立ち回り強い。さあここで1点を奪ったのはゴーイチ。ダンシーダンシー、これが基本的にガーフ。ウソシーから判定するので、決めてゲージを稼いで、はい、2択を決めます。まあ赤アキアですね。まあまあありがたや。2本目、さあ、あれよあれよ、飛ばれた。投げ返し、あれがね、はい、ゴーイチがいるんですね。このゲームはいかにしてゴーイチを倒そうかっていうゲームなんで、有利時間を奪って、画面端、ここで中断振るんですか、と言わんばかりの塊プリですが、立ち回ってカウンターを奪っていくのはゴーイチ。いけたのかな、いいゲーで、ゴーイチ、なるほど、もういいね。最後に奪って避けて拒否る。まああれはなんとかして拒否していかないとね、見えないだけは一瞬続いてしまうので、集合内になったりしていかないと。おこだち、サクスパ対策もバッチリ、下段が通る。一生2択は続く。すごいじゃん、中段ガード、ダメ足、しかしゲージはない。ヤンはあるか、ここは死ぬのかな。これが本当に強い。ちょっと暗いな、はい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 、おお、ゲージかかっちゃう。3、はい、4、はい、5、はい、ここはじゃんけん中断、しっかりガードしている。やはりゴーイチ、ここ中断よく出す。さあゲージを見ると、もっと差し込んだのゴーイチ。残念、これはトリケル。まずはゴーイチ。じゃあ続きまして、出口さん、さあ行きましょう。前回ストレートで昇格を果たした出口がここで登場。スタイルはプレゼント、対するゴーイチは今回はフロースタイルを選択。これはキャラクターが正しい射程速度がしっかり運んで、はいはいはい、歪んでいるね。やってるね、タッチパンからでも4100、いいキャラです。組んでいくのは出口だが、ウレットを通してしまう。ここは繋がらない、ちょっともったいないな。オリキナのジャンプ、今度は拾っていきます。ゴイチ中央、ここはしっかりガードしている。暴れが通らない、若干気まずい空気から突然だったのはゴイチ。さらに下がり抜きに対してタックルをかけてから、ここは先つま対策しっかりしていたわ。ジャンプからなかなか怪しい感じ。ラウンド2ファイト。2本目、さあ出口、ここはゲージをフルに生かしていきたいが、まずは相手がサクッとするようなゲージがなくなって溜まってないうちに出てきてたい。あとね、ただしゲージマックスを背負って、ここはゴーフル入れっぱがりの足パンチしっかり整えている。あー大ゴーイチ、ここはここも使わないが、しかしコンボを続けるゴーイチ。無駄だよ、これ様なんか漏れるが、ゴーリーから分かってる。ガーキャン、優秀なガーキャン、しかし行った足の筋が刺さらない。ちょっとかっこよかった企画をしようとしたところでしょうか。器用だな、さあワンチャンス解放でチャンスを作っていく。出口意地を見せたい、投げてまだあるぞ。2段はしっかりガードしている。詰め直すが時間がなくなりそう。赤の機動力なら追いつけるか。スマートハリーズしっかりとタックルを刺して、時間はまだある。もう一度する次対策のタックル、後ろのジャンプになかなか強い。ジャンプより江口大逆転、そう簡単にはやらせないと言わずばかり。最初ラウンド、まずはゴイチに立ち回りさせて詰めていく。ダメージ、長ビード暴れる、いいですね。
ダッシュはもらわない、カウンターはもらわないというところでしょうか。さあキャンはしっかりガード、ここダウンロッテがついていない、空中の間に攻撃を当てます。さあ画面端に詰めていく、フラットポジションを回しながらいったんしっかりガードしている、出口高いですね。器用だな、一応今決めて立ち切りの下段からこれがなかなか減ってしまう。さあキャンしっかり一撃の切り替えが早い、怪しい勝ってしまうか、ここはドットだが厳しいね、もう一度マックス強気にダッシュ投げ、もう一度連勝続きまして新規まったくダウンドワンファイト。さて登場モンゴル人新規、一日で8段まで上がると豪語していたらしいですが、8段に上がるためにはこの高一シリーズをいなす必要がある。あ、これで昇格戦ですね、これ。そうですね、2連勝ですからね。さあ、まずは空対空の立ち回り。さあ、今日から見てると昇格戦かなりテールが動きをしているが、8対中段を通してまずはどういった勝負のセンス決めますが、しかし中段一発であんまり決めたとは言わない。気がつくだからね、追いやる、これが神経の立ち回り。さらに事故らない丁寧な立ち回りを意識している。クータイク、さあ何を指す、どう仕掛けるパーティーから無駄よ、詰め直すのはシッキー、ダメをバウンして画面端追いやるな、もう一度折り返し、ここは繋げてない、ラストの判断は少し遅かった。さあこうなると少し伸びが辛いか、追いかける状況を作ってしまうとどうしても赤に分が上がってしまう。さあ、つかめたのシッキー、最後はプレゼントなので時間を止める杖もある。ジャンプ、カウンターしていない、バージーバンからこうなるとさすがにつかまきれない。99秒逃げ切る立ち回り、ゴーイチ、これで勝負フィニッシュ。さあ、まず戦いを取り込んで、魔法も先が奪っていくが、右に固めていく、いやらしく固めるが、ここで飛ぶ、しっかりと飛びを通す、めくりでジャンシーのヒット、これで少しゴイチが有利を取って、しっかりガードしているが、サメ突きをガードしてしまうと少し暗い。ゴイチが暴れていく、立ち回りして出し帽子から中段は今度はしっかりガードしている、意識の切り替えができている。さあもうこれ以上コンバーもらいたくない神経、対するゴイチはゲージマックス、このゲージを背負って攻めていく感じが、ここはチャンシーがあったので早めの先は切り返しているが、神経ゲージマックスどう使う、詰めていくが、ゴイチの立ち回りがかなり徹底している、さすがに使わざるを得なかった。投げてグラップ潰したが読んでいる、はい、グラップ潰しの空投げ、最近のゴイチのシーンのこの時間は残り9秒、さすがにゲームも体力もない、この動きでサブやこの動きでサブキャラなんでしょうということで、8段昇格はゴイチです。キズカ見たこと、あーこのキャラ強いです、ありがとうございます。血が白いということです。はい、先ほどとは打って変わって7戦一瞬で終わってしまいました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。防護用さあ、玉子スイーチを引いちゃって7番目継続、5、1、7やで参戦。さて、まずは出口が普通9ですが、ここが言うの攻撃で負け込んじゃっている。お互いマイナスポイント、なんとしても勝っていきたいが、この大戦というシステム、負け込んを背負うとかなり強くなれる気がする。気持ち失うものがあるとやはり人間は強いでしょう。クーニングバリエーション、しゃべりで固め、飛ばさない、だけじゃないか、ダッフルが当たってしまう、ブルートシャンキャラからワンコも壊してしまう。ジャンプ勝利、だがしゃがみがつかない、立ち回りに戻るわ、チームマックスの出口、対空勝利権、これ本当に持っている。